デンタルチャンネル。じゃあ結局、じゃあ今のところもういろいろありましたけど、歯はもうで、そっからいやほんまにちゃんとせなあかんって言って、いろいろ聞いたり、見たりして、今行かしてもらってるところに出会ったんですよ。あ、やっとだ。それが30、40から始まったけど別の病院に行って、はい、100まで行けたんですね。でもうほぼ100ですね。ほぼ。もうそこの歯医者さんほんまマジですごいんですよ。へえ。もうあらゆる角度から歯の美しさを追求するみたいな。へえ。でチームで作ってあるんですよ。へえ。もうあの歯をこう実際あの焼き物なんですよあれね、歯って。調べてね。でそれをこう作ってデザインして作って、でそれをもうチームでやってて、まあ、こう例えば病院そこ行ってこうこうこうでこうやってくださいって言ったら分かりましたってやってくれて、プランも全部考えてくれて、で、じゃあ新しい歯あのセラミック入れますって言ったらもう何人かが覗いて、おいいいねこれみたいな。AV AV と AV しかいいね。AV 出たこれよくねえかこれは。AV あります。それはないよ。それも聞いたことないんですけど。間ないんですか。珍しい。ほんまやねん。ほんまプロフェッショナルなんです。まあ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 。僕はもう完全にそこに任したんです。うん。だからそこどれぐらいかかりますか全部行くのって言ったら1年かかるかかからんかやつって。おお。ほら。あと60%ぐらい残ってたのに。そう。ええー。そっから俺もちゃんと心を入れ替えて通う。で、はい、で、先生の言うがままにして、今に至ります。ああ、帰ってきた。でも先生は、その時先生一番最初に行った時言ってました。なんでうちに最初に来てくれなかったの。いや、そりゃそうじゃない。そう、困りますよね。やっぱ途中から、ね、そう渡される、やり方が違うもんね。ここまで、まあ僕が言うたんですよ。僕が言うたんですけど、ここまで神経抜く必要なかった。うわうーやっぱちょっと焦った。ちょっとだけ時間かけて矯正してから工事に入ったら、でよかった。あといい状態で。何本か抜いて矯正してね。そうです。中もね、やり方が、はい。なるほどね。っていうのは、そのデンタルの知識はやっぱ教えてもらいましたね。後藤さん若かったからっていうのもありますよね。そう、もうあれはほんまに後悔してる。あの僕の考え方がね、なんすかね、一気にやってくれって。神田川歌ってもらった方がいいかもしれないですね。お願いします。俺はお願いします。でも若さゆえのというのはやっぱ、今もちろんそうよ。神田川ですよね。はあ、神田川でしょ、はあ、はあ、神田川。いや、ややこしいやん、その噛むとかとなんか被ってくるし。でも天才、天才、さすが。神田とかいうそういうなん変にかかってくるやん。嫌なかかり方してない。いやいや全然嫌じゃない。さすがやった。わあ。いいと思いますよ。南こうせつのこうもなんか口とは取られてる。あ、なるほど。いやだからいろんな意味がですね。というところだ。なんでこれ歌うん。いや、その時のね、今歌う神田川は絶対いいですよ。無茶してたんですよ、その時若くて。若さゆえの過ちだと。あなたはもう忘れたかしら。いいな、やっぱ。赤い手拭いマフラーにして二人でいた横丁の古屋、一緒に出ようねって言ったのに、もう私が待たされた。ちょっとぐるっと来てるんですかね。洗いレコードでしょ。髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴った。石鹸。あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖
かった。なんでテンポ上げた？上げた方がいいですね。あれ1週間で。映像も早いし、ね、あなたはもう捨てたのかしら。捨てないし、色をくれた人買って、あなたが書いた私の似顔絵、うまく書いて出て行ったのに、いつもとちっとも似てないの。ちょっと考説も早くなってるやんか。あなたは三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい書いて聞いたのよ。バカバカボイスチェンジャーすなよ。何も怖くなかったから、あなたの優しさが怖い、怖かった。怖いわこれ、怖い。何してんの。いいな、やっぱりいいな。あ、終わった。すごいんじゃないでしょうか。いいか、すごい、本当に。デンタル感すごい。すごい。高節ちゃん、デンタル感ないよ。白衣のデンタル感すごい。白衣、医者みたいな格好で歌ってんだな。司会なんだな。いや、たまたま白いジャケット着てるだけ。司会、歯で売ってるんですかね、高節さんは。テルキーのデンタルチャンネルでした。カンカン、トゥース。